はい、いかがだったでしょうか。今回の人形劇はコマ撮りでもなく動画で、やっていくやつでもなくて、普通のね、写真のスライドショー感覚で、はい、やっていきました。まあ一部動画もあったんですけど、うん、ほとんどねスライドショーみたいな形でちょっと人形劇を作ってみました。ちょっとね、あの iPhone のカメラの関係でね、画角がね16対9にならなかったのがねちょっと難点なんですけど、はい、今回はね、あのウルトラマンルームの公式アプリのねエフェクトなんかを使ったり、あとはねエフェクトアプリを使ったりして、うん、ちょっとやってみました。今回登場したね怪獣っていうか、あの、まずは、ね、ウルトラマンから言うと、ウルトラマンルームのね2人ですね、ロストとブルですね。はい、今回はね僕の中では、あの本編では結構なんかちょっとねポップで身近な感じのね、あんまかっこいいとはちょっと違うね3枚目な感じなんだけど、今回は割とクールで、うん、ちょっと冷酷に近い感じのウルトラマンにしてみたつもりなんですよね。はい。ちょっとね、こっちのね、あの、ブルの方はね、自立がしないので、すべてね、このアマゾンで購入したね、このスタンドをね、使って立たせる形になりました。はい。これが今回登場したウルトラマン。で、まあ、序盤に登場した怪獣としては、ルーブン出てくるグルジオボーンですね。僕のお気に入りのグルジオボーンと、して、まあ、これはね、ちょっとね、装備自体が外れだったっていうのはね、あれなんだけど、まあ、グエバッサーですね。思ったよりグエバッサーは気に入ってないんですよね、今んとこ。うん。グルジオボーンの方が僕の中ではね、ポイント上でしたね。はい。そしてね、最後に登場したのが、こちらですね。オルガですね。はい。あの、ゴジラに出てくるね、やつで、宇宙から来たやつだっけな。2000年か1999年か、そこら辺の、ゴジラに出てきたやつで、僕がちっちゃい頃はすごい安売りされてて、僕も2体ぐらい持ってたんですけどね、うん、まあ、そのうちの1体ということで、はい、オルガですね。非常にこの爪とかでね、こう戦ったり、あとはね、パーツ分けも独特だったりね、顔もね、まあいかにもね悪そうな感じでいいですよね。でもグロテスクじゃないっていうね、この爪とかがすっげえ遊びやすいんですよね。遊ぶ時にバランスもいいし、あとまあフォルムがね、もうザ怪獣って感じ、怪獣っていうか、なんていうかな、うん、まあ怪獣だね、これはね。って感じで、やっぱこの爪のね、遊ばせやすさ。うん。今回もやったけど、ヒーローの首をここでガッと挟むみたいなやつとか、こうガサッてやったりとか、うん。口もね、こう開いてるんでね、もう顔のアップとかの印象が強いですからね。非常にね、いい装備だと思います。はい。今でもね、あんまり磨けないかな、さすがに。1999とか書いてあるけど。まあ、メイドインチャイナっていうことでね、まあゴジラ系と気づかずウルトラマンの怪獣として1000円ぐらいであったらラッキーかなって感じですけどね。またあったら僕も欲しいですけどね、オルガ。いいですね、この、結構この持った感じも気持ちいいぐらいの大きさが結構ありますね。大きい、大きいですね。はい。今回はこのオルガとグルジオボン。そしてグエバッサーがね、はい、登場しました。どうですかね、あ、ちょっと置けないな。うん。感じで、はい。で、まあ、あとはね、エフェクトとしては、このね、あの、なんだっけ、魂エフェクトだっけ、うん、の爆発のやつはね、いつも使ってたり、あとは、まあ、トミカとかも登場しました。あとはね、背景では皆さん結構気づいたかなと思うんですけど、今回はね、トミカタウンビルドシティをね、はい、あの、この撮影のために新たに、増設したというか、あの、作りましたね。これを新しく、はい、ここに作りました。全くね、本当ね、机のようにあったんですけど、もっとね、あの縦に長いねやつを作っていたんですけど、今回ね、この撮影のためにあえて横長の、あれにしてみました。はい。まあ、トミカタウンビルドシティだけじゃなくて、いくつかね、このガチャポンのやつとか、あとこれファストレーン、これも本当はね、他のシリーズももっと集めたいんですけど、なかなかね、売ってなくて。そしてね、今回結構ね、まあこうあって、本当はもうちょっと、ね、街を生かしたかったんですけど、あんまり生かしきれてないかなっていうのがあって、あとね、これですね、あの100円ショップのセリアで売っている、あのフィギュアをね並べるやつなんだけど、これをねうまくこう使うことによって、この後ろにこう、あの、ね、僕的にはこうウルトラマン、ね、ブルとかをこう置いて、こうなんかこういうし、なんか良くないと思ってやったりしました。登場シーン、今回ちょっとね登場シーンに凝ってみたりしたんですけど、ね、なかなかね、はい、まあ凝り始めるとほんと切りなくなってね、もう1本作るのにね1ヶ月とはかかりそうですよね。なので、まあ、凝りすぎず、凝らなすぎず、まあ、ある程度、あ、これ逆だったかもしれない。逆じゃないか。よしよし。よしね、この、うん。でも、このいいですよね。このね、フェラーリのね、トミカタウンのね、ビルドシティ。
やっぱビルドシティがいいですね、一番。街をね、好きにできるんでね。ある程度、いい感じのジオラマになったんじゃないかなと。ジオラマって言っていいのかな？うん。あ、でもセブンイレブン結構強いかもしれないですね。はい。ということでね、やっぱり、本編をね、今回見たんですよね。YouTube の公式配信で。うん。見てね、やっぱ特撮凝ってるなと思いましたし、はい。まあね、この二人もなかなか、まあ、まだまだだけどね、かっこよさで言うとね、うん。タイプチェンジとかもしてたんですけど、まあ、タイプチェンジよりもフォルムチェンジみたいな感じで、フォルムが色だけじゃなくて、もう完璧に変わったりしたら、ちょっとまた買うかもしれないんですけどね。で、オーブダークに関してはね、ちょっと面白いから買おうかなと思っております。はい。まあね、今回に関しては、あえて、誰も助けに来なかったですね、この二人だけにしました。本当はね、助けに来るように、こういうね、恐竜が助けに来るパターンもあったりとか、あとは、まあ、先輩ウルトラマンであるウルトラセブン X とかがね、助けに来るように用意もしてあったんですけど、うん、今回はね、なんか、毎回そのパターンじゃないですか、ピンチになったら助けに来るっていう。だったので、今回は、光線技を大量に打つというね、分かったかな？ちょっとね、スライドショーなんで伝えづらかったかもしれないんだけど、はじめ一人ずつ光線技打ったけど効かなくて、その後二人で光線技打って、で、光線技打ちまくって、で、倒すというね。もういろんなね、ウルトラマンのね、光線技を打ちまくるというね、方式を取ってみました。はい、ということでね、こういう動画もね、よかったら、ね、皆さんご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。Please subscribe.